さあ、それでは強化された食腕ぶっかましていきますよ。よろしくお願いします。もう勢いが全て、動画ってのは勢いが全てです。よろしく。さて、お相手には食腕のライバルはいませんかね。ぬり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 、ナイス。声出してこうぜ、声出してこうぜ。で、食腕くんがなんと角位置になって、そう、相手に接触すれば一撃で持っていきますよ。なんで溜めたら敵陣に向かって突っ込んでいく以外ありえない。ちょっと雑か。おー、もたついた。めっちゃチンタラやってたな。なるほど、どうやら無理やり襲うにしては少々あれだ、軌道が雑すぎたようだ。で、今回はスペキを積んでるんで時間長かったんですけどね、それでもごまかしは効かなかったというやつだよ。あかん、特攻ゴリラはこういう時ものすごく頼りづらいというやつだこれ。おい、塗っときます塗っときます。初心者みたいな動きしてんな。初心者ですよ、もうここ。そう、スプラトゥーンの実況を始めて何年かもう分かんないけど、あの時は真のことをもうちょっと上手いと思っていましたみたいな、刃のようなコメントがね、純粋な刃が飛んでくることって最近結構増えましたからね。でも待ってください、私もまだまだそんな若いもんには負けんよ。よし、ここ微妙にタックルしづれえなおね。くらえ。うわー、負けた。くっそ、やっぱ狙ってもダメじゃねこれ。そういうもんじゃねえよな。まあ時間は長いの、お相手からしたら結構動いてくれたから怖いところはあるんだろうけど、でもで感もすごかった。でな、なんかこの観点でいくと急に最強だ。おっぶっ、なんて仲間思いのやつなんだあいつは。いや、判定貫通しないかなって思って行ったんですけど、しっかり盾は盾してましたね、この野郎。どうしてくれんだこれ。オッケー、私がサポートしました。皆さん、私がサポートしました。他でもない、私がね。やべえ、痛いよー。めっちゃねっとりと目がほんくらったし、これはどうでしょう、中央取られたか。あー、刺した、刺したわ。負けか。というわけで1戦目は食腕タックルを決められなかったね。金目鯛だとどうすれば食腕タックルしやすいだろうか。いつも通り普通に飛んで切った方がいいのでは感がすごかったね。まあだからこそ当たった時ぐらいは一撃で倒してもいいじゃんという感じのアップデートかもしれない。うん、さあ、またしても同じステージで頑張りますよ。今度こそ行くぜ。さっきはもうなんか僕のスコアやばかったろうしな。片翼の打天使、ういうい、くそ、喧嘩だぜこれ。塗り、俺たち相性良くねえな。で、そうだ、縄張りだからね、ちゃんと自陣はやるんだったら綺麗にやっておかないとね。ここら辺はオーディエンス取られないでしょうから、しっかり綺麗に塗って、他の人はもう気にしなくていいくらいまでしっかり徹底してやっておきましょう。まあこれぐらいなら、うわー、マジかよ、せっかく食べたのリンクが。マジ突っ込んでくんの早いな。しかもカニちゃんじゃんか、あれカニちゃん。やべえやべえやべえ、あいつ好き勝手暴れすぎな。さぞ気持ちよくスプラトゥーンしてんだろうな。せっかく綺麗に塗っといたのに、おっと、帰ったか。それならよし、また雨か。
自分からお前ちょっと無言になってやんのやめろ。つうかお前はあれじゃん、昔思い出してきた。そう、昔食腕が舐められきってた頃、どうにかして食腕を活用できないかと頑張って練習していた回があったな。その時の使い方を普通にやろう。王道こそナンバーワンですよ。 OK、 一人じゃない、そうチーム戦なんだよ。 OK、ローラーがこの辺にいたと思うんだが、うわーくそ、あのリールガンの一撃は超鋭く感じるぜ。あれ、なんか普通のジムワイパー界になりつつあるぞ。思った通りうまくいかんなこれな。これもうアップデート来てから頑張って試合いっぱい取って無双できる回を録画する必要があったというわけだが、時間がないので等身大のありのままの僕を激写していく感じで今回はもうやるしかないね。うわ、ぶね、帰る、お家帰る、お家帰る、おぶね、おっしゃー、帰ってきた。あー生きたけど死んだんだよ、くそー。こういう時こそタックルしとったんだけど、意外とさ、直線上にタックルするからその辺難しいんでござるよね。オッケー、うん、どうだ、今回はどうだ。お、これはもう勝ちですよ。味方とんやね。もう味方とんやね。味方が強いやつが勝つ。バトルってのは、一人強いやつが強いよりも、味方が三人強ければ勝てるんだよって、ライダーくんが言ってましたからね。はい。なやあれ。イチャイチャしとんちゃうぞ。さあ、次もまたここか。よろしくお願いします。おかしい。もしかしたら、食腕の華麗なるタックルを見に来た方もいるかもしれねえってのに、この始末。いや、もうそういう人はもう帰ってるな。そう、YouTube とはね、意外と開幕の数分で人が帰ってしまうという、恐ろしい場所なの。まあ、もしかしたらこの後無双するかもしれないじゃない？そういう時は多分引き止め、びっくりした、めっちゃスーパージャンプしてきたのかと思った。ピュアかよ。いつの時代のスプライプってんだ、お前。食腕タックル、タックル、何、向こうもだと、うわっすすいません、飛ぶ場所また四つ葉か、あいつ許さねえぞ四つ葉、味を占めてるな四つ葉、ぶっ潰してやるよ、味を占めてるそいつは許さねえ。おっ、己四つ葉、でも四つ葉への怒りを一旦沈めよ。そう、四つ葉を抹殺するゲームじゃねえんだ、それ矢神ライトのやる行為だから。よし、うわやられたでも残念だったな、俺はすでにダメージを受けていたので食腕タックル確一ではない。ふっ、すが完全に押されてんよ、ちゃんかよ。やばいやばいやばい、あー落ちた、もう助からないぞ、もうやべえ、こっからこっから入れる保険ってありますか、やべえぞ俺、くそー、してやられてるんだよこの野郎。オッケー、おめえ挽回、うわ
ただいま。全然タックルで倒せてねえ。オッケー。オッケー。やべえぞ。ここで死ぬわけにはいかねえ。うわだがな、このピンチはもう覆せんよ。勝てばよかろうなのだ。なんかやっぱタックルとかもぶっちゃけどうでもいいんじゃないですかね、もうこんなの。もうタックルに振り回されすぎなんよ。向こうがものすごく逃げると分かってる状態だからな。なんだろうね。今のところ3試合やってタックル、はい、一発、みたいな光景がまだ取れていない。というか、職腕タックルがまんまと当たるような相手に当たったところで、それは他の行為でも倒せるのではないかという、マジレスの刃が飛んでくるからな。全部ここじゃないか。よろしくお願いします。まあでも少しずつ慣れてきたよ。まあ、言い訳させてくれ。久しぶりのワイパーだからね。だったらノバ使えばいいじゃないですか。そうっすね。はい。行ってきまーす。心の中にね、クレーマー買ってるからさ。あ、やべえわ。俺、心の中のクレーマーのことをたまに心の中のニコチューって言ってるからさ。まるでニコチューがクレーマーみたいな感じになるじゃん。黙るのやめましょう。よし。いろいろあるんすよね。いろいろ。投稿者生活長いっていろいろあるんすよ。よし。よし、皆さん、ちょっと見て、おい、ニコチュー見てやるぜ。くらえ！くそ、やっぱニコチューに見られても力出ねえな。よし、まあ、仕方ねえ。ちょっと全国のニコチューには申し訳ないが、あいつらは切り捨ててくる。よし。ふぅ。どうせその辺にいるんだろう。怖えな。ぜひとも職腕していきたいね。くそ、ちょっと足りんかった。どっから襲うよ。くらえ！あー、3発いるかー。くそー、足りんかったぜ。うん、じゃあ心の中の今度誰に呼びかけていくか。おお、ジグンに帰って、ジジンに帰ってきたね。じゃあ今度はあの YouTube 中って何て言えばいいの。 YouTube を見て人生の7割消費してる人のことを何て言えばいいんだ。 YouTube 中、なんか語呂が良くないな。うん、そういうところはちょっとニコニコ以下だな。すまねえな。よし、全方面に煽り散らかしてる気がするけど大丈夫ですかね。怖えよ、後が怖えよ。いろいろとな、いろいろあるんすよ、いろいろあるんすよ。もう今日いろいろありすぎだな。よし、どうやら職腕がうまく決まらないから焦っているらしい。めっちゃあそこにいるな。うお、死にたくないんです、とりあえず。何？今当たったでしょ、今の触腕。アーマーがさ、くそ、やべえぞ。いろいろな試合に負けてしまう。あるんすよ。あ、やべえわ、これ空気やべえわ。もうほんとすいませんでした、ほんとすいませんでした。もうマジで全国のなんかあれやこれやに謝罪します。そう、 YouTube に1日7時間を費やしているそこのあなたと、ニコチューと、まだ見ぬ視聴者さんたち皆さんに謝罪させていただきます。次の試合、ちょっと次の試合もう一回だけチャンスをください。まあ現時点では声が聞こえないので勝手にやるんだけど、ノバに持ち替えました。こっちだったら絶対職腕生きてたわ。マジ辛いわ。はぁ、あ、マジよろしく。いきます。これワイパーの方が良かったんでは。射程やばいっすよこれ。ノバ2発当てるまでに多分北斎にしてやられるな、これ。北斎しかも全員職腕かよ。おい、思い知ることになるぞ。
泣きのもう一回やっといてよかったなって。あかんって、インクないねんって、インクないねんって、めっちゃ弱いやん、あれ。びっくりする。めっちゃ飛んでるし。でもさ、うわー、くそ、今の職腕の着地地点に行こうと思ったんですよ。普通にもたついちまったね。でも僕あれです、頑張ってます。頑張ってるんですよ。頑張ってる。ノリだけできてるようで、結構割と真面目に頑張ってるんですよ。オッケー、ほらほら、調子乗ってんじゃねえぞ、うわ。最後は神だったか。そういえばもう一体は向こうゴリゴリ来るね。ゴリゴリ来るわね。さすがに3体が交互に触腕で飛んでくるのは厄介だな。敵としての方がその強みは分かりやすかったか。だけどな、確定一発でやられない限りはどうってことはね。ノーダメージみたいなもんですよ。あばよ。お、怖い怖い。ほらよ。あー、くそ、こっち全然食感たまんねえんだけど。やっぱジムは濡れてたんだな。くそー、やべえぞやべえぞ。そろそろ向こうが食感たまる頃合いでしょ。たまったな今。やった、死んでる。食感で派手にいってら。悪いな。あれ帰ったのか、あいつ。やりたい放題やってんな。やったぜ。グエッ。くそ、あかんな。やっぱもうタックルはもう気にしないことにするわ。よし、気にせず行こうぜ。最後に全キル取ります。マジでマジで。言ったなお前、言ったなお前。めっちゃキル取りますよ。ういどこや。まあでもなんか勝ちますよ、なんか勝ちますよ。オッケーオッケー、最終的に勝てば OK なんでね。もうバッチリやりましたよ。2キルぐらい取ったし、マジ。うい。イエーイ。あー、ふわふわだった。ふわふわだった。まあ、でも楽しかったから、よし、さらば、イエーイ。敵に回した時の恐怖感は尋常じゃないから、でも分かったことがあるね。向こうが職場に突っ込んでくると、あれ、即死だ、やべえってなるから、今まで以上に即身のタックルは当たらんわ、これ。だけど、まあ強くはなってんじゃないですか。まあ威力がそもそも上がってるわけですからね。ありがとうございました。